平野紫耀、100万再生フォロワー400万人20万円複足感、圧倒的数字の快進撃崩壊のジャニーズを秒で飛び越えた企画外。日本のエンターテイメント業界において、平野紫耀26歳の名前は今やトップスターとして輝き続けています。かつてはジャニーズ事務所の一員として活躍しましたが、 現在は個人としての成功を収めており、その快進撃はまさに企画外と言えるものです。本記事では彼の最新の活動と成功について詳しく探ってみましょう。平野市用のエルジャポン登場。2023年9月28日ファッション雑誌エルジャポンの11月号に平野市用が登場しました。 この号が発売された同日、エルジャポンの公式 YouTube チャンネルは平野仕様の挑戦。まだ見ぬ世界へ旅立つ、と題された約30秒のプロモーションビデオを公開しました。このビデオは圧倒的な記録を打ち立てたことで話題となりました。圧倒的な再生数とフォロワーの急増。 投稿からわずか6日後の10月、4日ビデオの再生数は100万を突破しました。ツイッターでは多くのファンが祝福し、いわゆらジャパン100万回がトレンド入りを果たしました。と、平野仕様の YouTube ビデオが短期間で大きな反響を呼んでいることがわかります。 平野紫仕様はジャニーズ事務所を辞め、エンターテイメント企業とべに合流してから初めての本格的な仕事となりましたが、それにもかかわらず、彼の人気は驚異的で、エルジャポンの発売当初から予約が殺到し、商品は即完売となりました。さらに、重版が決定しましたが、一部のサイトではまだ入手困難な状況が続いています。 これは平野仕様の圧倒的な人気を証明しています。高級ブランドとのコラボ。エルジャポンでの平野仕様はルイ・ヴィトンのコーディネートを着こなしており彼のスタイルは多くのファンから賞賛されています。ルイ・ヴィトンは高級ブランドであり、手の届かない存在と思われがちですが、平野さんがインスタグラムで事前に投稿したヴィトンコーデの商品は、 特に26万円のバッグと20万円のパーカー全サイズが売り切れ、オンラインショップや店頭で即日品切れ状態になっていました。これは平野仕様の影響力が高まっている証拠です。インフルエンサーとしての一面。ジャニーズ事務所に所属していた頃から、スターとしての地位を築いていた平野仕様ですが、とげに合流後。 彼はインスタグラムを開設し、よりインフルエンサーのような側面も見せ始めています。ファッションやブランドとのコラボ、高級アイテムの着用によって、彼はファッション業界でも注目の存在となっています。幅広い支持層からの支持。平野仕様の魅力は若い女性だけでなく、60代や70代の男性や女性からも高く評価されています。 彼のフォロワー数は、ファッション雑誌、エルジャポンの登場以降急増し、現在は407.3番人、2023年10月5日現在に達しており、かつてのグループであるキンプリのフォロワー数を大幅に上回っています。ジャニーズ事務所の現状、平野仕様の躍進とは対照的に、ジャニーズ事務所は今、大きな転換期を迎えています。 ジャニーズ事務所は創業者のジャニー北川氏の課題問題の影響で新たなエージェント契約を結ぶ新会社を設立する方針を取り、社名もスマイルアップに変更されました。ジャニーズ事務所は被害者の保証を終えると廃業する予定です。しかし、10月2日に行われた会見での NG 記者リストの持参が問題となり、 ジャニーズ事務所は関与を否定しましたが、社会からは疑念の声が上がっています。平野紫耀は金プリからの脱退を惜しむ声も多いものの、ソロタレントとしての成功を着実に収めており、ジャニーズ事務所の弱体化とは対照的に、彼の影響力は増していくことでしょう。今後の彼の活動にますます注目が集まることは間違いありません。 また、未解禁の仕事についても期待が高まっており、その活動に注目が集まっています。平野市要は、その圧倒的なフォロワー数、再生数、そして高級ブランドとのコラボによって、日本のエンターテイメント界において新たなスターとして輝き続けています。ジャニーズ事務所の変革とは対照的に、彼の成功はまさに、規格外、であり、 今後の彼の活動にますます注目が集まります。